やあみんな、元気？僕はさっきまで外にいてめちゃめちゃ暑いです。もう黒い T シャツが潮を吹く時期になりましたね。なんだそれ。というわけで今日はウィンターサバイバルシミュレーターという雪山のゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームは、今デモ版なんですけども、今年の10月、2022年の10月に正式リリースされる予定のゲームでございます。なのでデモなので途中までしかできないと思いますが、早速楽しんでいこうかなと思います。暑いもんね。ちょっと涼しみましょう。ゲームプレイ。なんだこれは。ちょっと待って。あ、今回ニューゲーム。おわ、海だな。雪山の予定だったんだけど、海だな。座礁してんじゃないあれ。危ねえな。あ、いや、雪山だ。走ってますね。うん。いや、あ、こけてるね。なんだこの実況。見たままを言う。危ねえ。あ、これ、火曜サスペンス劇場的な感じだね。崖から落ちるんだろうね、多分。いや、あ、なんかいたね、今。あ、落ちたね、やっぱり。やっぱり落ちたね。落ちるかなとは思ってた。まあ、そういう感じだよね。おお、目が覚めた。よし、やっていこう。雪山サバイバル。楽しんでいきましょう。夜だ。めっちゃ喋るね。どうやってやるんだ。あ、寒い。あ、寒そう、寒そう。寒そうだね。そう。今見ていただいたらわかると思うんですが、こちらのゲーム、日本語化されておりません。なので、全編英語です。私、英語が壊滅的なんですが、まあ、なんとかなるでしょう。やっていきましょう。あ、いいね、雪。あ、涼しそう、涼しそう。でも夜の雪はちょっと寒そうだね。すっごいね、これ。あ、すごいすごい。なんか、操作感は楽しいですね。いい感じの。ははは、ジャンプもできる。しゃがむこともできる。走ったりはできない感じだね。ははは、わかんねえ。なんて言ってるかはわかりません。皆さん、ぜひ、見ながら訳してください。お、何？食べられた鹿かな？食べられた鹿っぽいね。いや、いいね。涼しさを感じますね。違う涼しさだけど。これ一応、ウィンターサバイバルシミュレーターっていう名前なので、まあ、ホラーではないらしいんですけどね。プリースシート、あー、しゃがめってね。今ね、この上に8メーターって出てるんだけど、そこに今向かってます。オッケー。なんかあるね。ケアフル。あ、おん？狼がいるね。なんだ？狼に狙われてる？マジ？え、ちょっと音楽変わったよ。ん？こっち？なんか人がぶら下がってるね。なんかパラシュートが上に引っかかって吊り下がっちゃったみたいな感じかな。あの人を助けるっていうこと？どんどん増していくな。なんだなんだなんだ、どうすればいいんだ。まあ、とりあえずこの言われてる通り行きましょう。お、何何、めっちゃ狼の声するよ。お、今、あ、いるわ、いる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 。え、こっちこっち、あっち、何、もうどん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 出てくるんじゃん。短め短めに指示してくるパターンのゲームだね。そんなゲームある？わかんない、今適当に言いました、ごめんなさい。実況をしてるとさ、適当に喋っちゃう癖がついくよね。いや、そりゃ知らんけど。ああ、帰りたいね。お家帰りたいね。いや、僕は、でもちょっとこの雪山の感じいいですよ。今とてもいい。涼しげでいいですね。雪いいよね。うちのさ、地元雪降らねえからさ、あんまりね。雪いいなーっていつも思ってました。何これ、血の池？血の池地獄かしら？アンビエントテンペル、ん？なんだ？ん？温泉か。うわ、すげえ傷だらけなんだけど。あー、溜まってる、溜まってる。溜まってるね。あ、よかった、よかった、よかったね。狼の声する。めっちゃいるじゃん、狼。みんな見えてっから。画面、ラン、ちょっと待って。おい、走れるようになった。走れるようになったってことは、追われるってことだね。いや、追われてるな、実際に今。やっべ、これ。
いきなり覆われてる。いや雪きれいだなーっつう話だったんだけど、え、これちょっとやっべえんだけど、あ、こっちこっちこっち、いやこれもう絶対あかん、これ絶対あかんやつやん、これ。あ、おい、おちんとかい、ちょちょ、狼は、あ、なんですげー、あ、おかげで助かったってこと、ヘルスパー、あー、体力ゲージがあるってことね。オッケーオッケー。お、何、私の足、あ、ツイステッドアンクル、あー、ひねっちゃったみたいな、足首ひねっちゃったみたいな感じ。あー、走れなくなったわ。あー、足も遅くなった。あ、本当だ、めっちゃひねってんだね、めっちゃひねっちゃった。やめて、こんなところで狼に追われてる時に足首ひねるとか。でもあの距離で落ちて、よう足首ひねっただけで終わったよね。足折れてるよ、あれ。普通ならね、足折れてるかも。何、すっごい音楽鳴ってる、なんかいる、何、あ、ボロボロだ、うん、なんだ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 、 What the fuck is wrong with me? 何、幻想、幻想、怖い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 、ここに入る、あ、家だ、家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 、ここ入れんだね。オッケー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 、今何回オッケー言ったでしょう、僕もわかりません。そして編集の時に数える気もありません。でも何回言ったでしょう、当たった人にはテレテテテテンテテン、すごいって言います。開ける、閉めとこうぜ、閉めれるよね、なんかあるね。メディカルキット。まあ、これはそのまんまだろうね。うん。怪我を治すやつか。愛でアイテム。愛。あ、これか。これを、使ったってことか。あ、回復してるね。あーはー、なるほど。ここなんだ、しかし。めっちゃ喋んな、この主人公。スターティングファイヤー。火をつけろってことね。あーはー。なんだ?めっちゃ空いてるけど、ここ。隙間だらけだけど。あ、あそこなんかあるわ。これも光ってんな。うってんどき、字がちっちゃくて読めねえ。ま、なんか木だな、これ多分。これを使うのか?あー、で、火をくべたってことか。で、ライトアップ?おー、かっこいい。細かい。細かいね、設定が。あ、あったかあったか。あったけー。あったけーよー。あったけー。いや、違うのよ。僕、暑いから雪山のゲームやろうと思ったんだけど、これ、あったかくなったらダメなんだよ。涼しみたかったんだけど。これなんだこれ。キャンドルか?開けたりとかはないのか?なんだこのベッド。きったねベッド。オールドベッド。うわ、やだー、ここ。あ、寝るんだ。いっぱい喋んじゃん。プレススペースバー to start sleeping。 はい、クエストコンプリートと、あー、クエスト一個ずつクリアしていく感じなんだね。いや、寒いね。あー、もうタイマー消えてるもんね。寒い寒い、あ、寒い寒い、なんかあるな。43メートル、向こう行けってことか。あー、なんか触ったりできないね。アイテムはあるけど、まあとりあえず指示通り行くか。じゃ、閉めとこうぜね。開けたら閉める。これ大事。これも日常生活からね。おトイレも便座あげたら便座下ろす。男の子ばっかりいるお家でも便座あげたら便座下ろす。もうそういう風にしていかないと。うわ、勝手に滑ってる。これキーボード僕手離してます。これ凍ってるからか。めっちゃ滑るよ。ほら。ほら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 。ほら。一回押したらほら。ほら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 。楽。これ楽。楽だけど怖え。あ、走れんだこれ。こいつ氷の上走れんだ。うやっべーやっべー。今見てなかったけど、これスタミナってあんのかな、わかんねえな。ん、なんだ、ん、水筒かな。イートスノー G、 何、どういうこと。ないだろうね、このなんかわかんない、いつ落ちてるかわかんないような水筒。アイス食べる、え、すげえ。あ、いや、そら寒いやろ、そら寒いやろ。だって雪食うたんやもん。アホなんかな、アホなんかな、この主人公。つららがあるわ。うわ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗だね。あれ、また戻れって言われてる。めちゃくちゃ綺麗だね。すごい。いや、ここに住みたくはないけどさ。
いいね。あ、ちゃんと僕歩いたとこ溶けてるわ。あ、これまた家の方に戻れってことか。これスタミナどっかある？なんか減ってる？減ってる感じないな。スタミナの上限ないのかな？ありがたいね。こういう系のゲームでスタミナ表示ないやつはだいぶ助かるね。ん？ここでいいよね。あれ？ん？ここだったよね。こっち行けって書いてなかった？今。違うのか？ん？違うっぽいな。あ、違うっぽいわ。なんか見間違えたらしい。あ、あっちに出てるわ。結構遠いところに出てるわ。うん、いけないいけないいけない。よしよし。結構ぬるっとジャンプするね。ぬるっとジャンプできる。そういうタイプの主人公ですね。こっちかこっちか。あはは。じゃあ登ってこなくてよかったじゃんね。え、こっち？これいけんの？あ、いけるわ。え、いけねえいけねえいけねえ。え、いける、あ、いけねえわ。いけねえわ。お、ぐるっと回ってこいってことか？こっから上がれる？あ、上がれそうだね、ここね。オッケー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 。ここね。うわー、凍ってる坂道登んのめっちゃ怖いよね。なんか下りはさ、いや、下りも怖えな。下りも怖えわ。うわー、すっげー、うわー、みんな見てー。最高やん。プライベートで来てーなー。え、違うな。なんかえらい遠くさしてるぞ。ん？あ、これを登れってことか。これ向こう行けってことか。え？登れる？あ、登れるわ。あ、器用だね。すぐに足くじくくせに。ちゃんと登れ。これ、怪我しないよね。おー、いけるわ。あー、びっくりした。結構すぐ怪我するからさ、この手のゲームってさ、危ねえんだよね。わー、すっごい、めっちゃ綺麗。なんか言ってる。うん、わかんない。なんて言った？え、これみんななんて言ってんの？え、みんな、ちょっと翻訳お願い。インスティンクト、モード。キューキーね。キューキーで、なんか見える。ん？あ！なんかあるぞ。熊の足跡かな？ 1,2,3,4。熊っぽいよね。え？こっちか。逆に向かってるけど、いいのかな？ん？ん？なくなった。ん？なんかいっぱいあるな、表示が。こっちでいいのか。あ、これ見ろって言ってんのか。あはは。Q で撮る？あ、戻った。ん？どうすればいいんだ？ん？どうしてあげたらいいんだろう、これ。なんか波紋みたいなの出てんだけど、こう追っていけばいいってことか。この足跡。なんかあれ光ってる。何この葉っぱ。ローポテト。ポテト？あ、食べた。ダメよ、この、その辺に落ちてるような、生えてるようなポテトかなんか知らんけど食べちゃ。何？わかんねえ。この、何言ってるかわかんないから、すっごい難しいですね、このゲーム。どうしよう、みんな。この言葉が大事だったら。その時は、ごめんって言うね。これずっと続いてんな。え、これ熊に出会うとかないよね。え、こんな真っ昼間に。いや、真っ昼間とか関係ねえか。ゴーストじゃねえから。これ一応ホラーじゃないんだけど、何この能力。この主人公のこの能力は何？なんかさ、すっごい、こういう狩猟をする人とかってさ、こういう能力があるって言うよね。足跡を追ってったりとか。うわ、これ絶対行ったかんやつや。一回外すわ、能力を。うえい！めちゃめちゃいい景色。めちゃめちゃいい景色やけど、絶対危ない。あ、絶対危ない、これ。え、これ絶対危ないよね。え、あ、これ、あ、これ絶対危ないよね。え、無理だよね。ジャンプでも無理だよね。ちょっと待って、待って、待って。これ無理、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 無理。ちょっと待って。で、足跡がなんか、マークいっぱい増えたな。ちょっともう一回見てみようか。お？こっちになんかある？ん？こっちではないのか？ん？ちょっと球取るね。よいしょ。あ、やっぱこっちの景色の方がいいわ。ここにもなんかあるな。ここがこうって、繋がってたとかある？ん？なんだ？で、あそこなんか孤立した山なんだよな。
あの山に行く人なんかおるんか。何のために。これ登れる。登れない。とりあえず戻ってみっか。よくわかんねえな。あの画面の右に出てるこの赤色のマークみたいなのもよくわかんねえんだよな。こっちは短いな。30メーターで行ける。こっち行ってみようか。わあ、すっごいね。この雪がさ、雪をまとった葉っぱ。うん。綺麗。ちょっと前、わざわざ入っていこうぜ。あ、これ昨日の温泉じゃない？え、なんだこれ。え？プレスQと、ん？なんかあるな。ん？いい。ナイス。ナイス。何を取ったの？簡易食料か。焼いて食う的な感じだね。どうもこの感じは。あはんはんはん。これ、なんだ、服？これ誰か襲われたってこと？この人が持ってた食料、もしかしてあの昨日の狼かな？え、温泉入っていく？うわー。あ、わかった。右のさ、赤いやつ、アイシーって書いてたから、冷えてたんだ。凍えてたんだ、今。だからこの温泉に入ったことで戻ったんだ。あ、で、右側の上の方に、あるわ、表示が。喉乾いてるな、ちょっと。え？喉乾いてるってどうしたらいいんだ？雪食ったらいいのか？え？雪食う？え？食えない。ん？この雪、あ、これ氷か。ん？ん？この雪食えないの？これ。食えないんだって。喉乾いてんだけど。食える雪ない。食える雪。あ、これは違うな。雪じゃねえな。ん？こっちだよね。でもまあ一回行ってみるか。なんか手のマークついてるな。あっち側にとりあえず行ってみるか。なんか出てる。あ、喉乾いてるって言ってるわ。このサバイバルすごいね。あのめちゃめちゃ細かい。まあ、ちょっと今回今やってるのはデモ版だからちょっとね、いろいろ足りないっていうか少ない。本来ならもっともっと表示されないといけないものがあると思うんだけど、ちょっと今やってんのは違うやつ。あのデモ版だからね。あ、食べれた食べれた。あ、ちょっと、あ、めちゃめちゃ回復するわ。あ、めちゃめちゃ回復したけどめっちゃ寒くなった。あ、そういうことね。まあそりゃそうだよね。雪食ってんだからね。これ無理じゃない？これは落ちて終わるやつじゃない？なんかあるな。なんだ、どっから行くんだ。下から行けってことか。降りて大丈夫だよね。ちょっともう怖いんだよね。いきなり足、よいしょ、いけた。ちょっと本当に怖いの。あのすぐ怪我しそうな気がして。落ちる落ちる落ちる。ちょ、怖い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 。なんかあるな。なんかある、なんかある。え、これ誰て行くんだ。あ、登れた。え、これ誰て取るんだ。ん、あ、なんか出た。バックパック。あ、バックパックだ。ちょっと待って。これ僕が持ってたバックパックだな。昨日襲われた時に落としたんだ。ああ、オッケーオッケーオッケー。え？ It's about time to head back. あ、すごい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 。あ、ここ、あ、これアイテムいっぱい持てるようになったってことか。下持てないもんね、4つね。ローポテトと、あ、これ温めるフード。で、これが水。あ、入ってるよ、ウォーターキャップ。これよく見たら装備もあるんだね。ハットとか、ジャケットとか、いろいろ書いてるわ。え、これを、こうできる？あ、できた。一番ね、水筒持てるようになった。一回やってみようか。ないんだよね。あ、そうだよね。ないって言ってたもんね。これはもうこっちはいけない感じ？あ、いけるな。これいけるけど行っていいのか。ちょっととりあえず指示通り行こうか。わかんないもんね。ここ降りんの、これ。向こうに125m。OK。戻れる？これ。あ、ちょっと日が落ちてきたかな。いや、いや、いい天気だわ。いい天気だし、日も落ちてない。ナイス。ちょっと寒さがやばいことになってる。ゲージがなくなっちゃった。早く帰れってこと？これダメージ受け出すのかな？あんまり寒いと。ちょっと走ろっか。走ったらちょっと温まるかもしんない。うん。なんか冬の体育とかでもさ、めっちゃ寒いけどさ、持久走みたいなやつやったら、めっちゃ体温まるじゃん。あー、火のマーク出てるわ。
おい、お家帰ってきた。よいしょ。そうだね、寒いね。木もあるし、これを置けばいいってことだよね。これで食べれるってことでしょ。あれ、ライトアップできない。あ、木がないってことか、これ。え、どうしたらいいんだ。ん、ん、木がね、どうしたらいいんだ。これ閉めてったよね、僕。あれ、開けてったっけ。 ちゃんと閉めとこう。ちょっとやばいよ。喉も渇いたし、お腹も空いたし、なんなら寒いし。でももう行くとこの表示がないな。デモ版はここまでみたいな話じゃないよね。ちょっと早すぎない、それは。ん、なんだ、別に何もないよね、周りね。何もない。うん、何もなさそう。あれ、どこ行くんだ。え、なんだここ。あ、氷だ。あれ、なんか流れがあるな。お、あ、水入れれた。いや、かなと思ったんよ。オッケー、水筒に水入った。ちょっと水飲もう。あ、違う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 、の飲みたいの、飲みたいの。もう、あの、喉乾いちゃって。これ川だったら水汲めんな。ナイス。え、でも絶対これやりに来たわけじゃないよね。お、しかも満タンになる。すげえ。ちょっともう一回やるとこ。いいね。ただ腹が減っとるな。腹も減ってるし、寒い。めちゃめちゃ寒いぞ。すっごい上まで登ってきた。え？え？あ、今画面がバグったよ。え、やべえ。僕なんか来たらあかんとこ来てない？あれ？やべえ。あ、登れる登れる。あ、登れるわ、この山。すげえ。え？登れ、登れ、え？え？やべえ。あ、やべえ。これ。あ、バグった。あ、あ、あ、やべえ。バグったかもしれん。あ、あ、帰れなくなった。みんなどうしよう。帰れなくなった。あ、どうしよう。全く、こっから、抜け出すことができなくなってしまった。落ちてはいけないところに落ちてしまったみたいだ。あ、いけたわ。みんな、見てくれ。ここに、アクスがあったわ。アクスが。わかんない。これ、暗かって気づかんかったけど、こん中にあった。もう、めっちゃ時間かかった。これ取るまで。もう、大変だった。これ、火ね。で、火をつけるために木を切れってことでしょ。もうめっちゃくちゃ時間かかった。どうしたらいいんだ、だから。カバンの中直しちゃうのね、この子ね、すぐに。こう持って、2番。おお、持った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 。これで木を切ればいいってことでしょ。え？え？え？めちゃめちゃ時間かからん、これ。細い木でいこうか。ちょっと大変そう。え、これ何分かかるん、これ、木切るの。え、マジでこれで切れるの。え、ちょっと待って、本当に切れるこれ。やっべ、あ、起きるとは。これもフォレストみたいだね。この感じ。なんかフォレストもこんなんだったよね。フォレストっていうゲームがあるんですけどね。そうだ、このチャンネルでフォレストやってねえわ。みんなわかんないよね。倒れた。おー、どこに行くんだ、どこに行くんだ、どこに行くんだ。まだまだ叩かなあかんってことか。すっげえ細かいね、このゲーム。何回も崩し、あー、いけたいけたいけた。いっぱい取れるよ、いっぱい。オッケーオッケーオッケー。ちょっともう全部持っていこう。よしよし。もうあの、食料もないしさ、寒いしさ、もうとんでもない状態なんだよ、今。もうくたびれてんだよ、僕。ちょっと寒いから閉めよう。はい。で、木をくべればいいんだよね。今、8本あります。これを。こうして、OK！ あー、やっといけた。めちゃめちゃ時間かかった、ここまで。やったかいね。これいつ食べれるんだろう。なんか言ったけど全然わかんない。
え、これいつ食べれんの？あ、食べれる？違うな。ん？食べれないな。あ、でもあったかさはだいぶ戻ったね。あ、喉渇いてるわ、これ水筒飲もう。で、これで水は大丈夫。あとお腹空いてんだ。え、これ食料ももう焼いちゃう？これ焼けるんだよね、多分。こうすればいいのか？あー、ぽいね、ぽいね。多分焼いた方が良さそう。え、これ空気しねえ。これ空気しねえわ。あと何したいんだろう。ん？ここも何もねえ。え？ん？あ、なんか出てるわ。87m。ちょ、その前にご飯食べたい。お腹空いちゃって。あ、これ焼けたってことかな？どうすればいいんだ？こうか？え？あ、こうか。で？あ、食べた。あ、だいぶ回復したわ。あ、じゃあ人参このままちょっと焼いとくか。え、人参どこ行った？エナジーバー。あ、エナジーのバーね。あ、ほんとだ。なんか出たわ。なんだろう？エナジーバーってなんだ？どういうことだ？ファイヤートースト。と、ワイルド、あ、もう焼けたってことね。ちょっとこう置いとこっか、もったいないから。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、一旦ここはもういいや。なんかあの、指示出てるとこ行こっか。お？なんか言ってる。え？出んの嫌だっつってる、もしかして。え？あ、寝ろって。すぐ寝るんだから。はい、おはようおはよう。なに？なに？うおお！やば、やば。熊だよね。え？ドアバッカーンなったよ、今。バッカーンって。半分ぐらい開いたもん、今。めっちゃ歩いてる、めっちゃ歩いてる。あー、影は見えてる。怖っ。いや、これは怖いわ。何？あ、寒いね、寒いね。ちょ待ってね。これ毎回やったらなあかんのか。火つけたよ。まあ、火つけといた方が、クマもビビって入らないかもしれないね。え？完全にクマだったよね。出ていい？うわぁ。あれ？怪我してる？これ。ほら。片足怪我してるよ。すごい音がしてる。あの辺になんか火のマークついてんな。ちょっと行ってみっか。ん？歌っていくんだ。ちゃんとした道絶対あるだろうな。火のマーク。なんだ？走ろっか。ん？行けない。ドリンク、あー！あー、本来はここで拾うのか、水を。僕もう先に取っちゃったけど。それの教えてくれてんのか、あのマークは。あー、そういうことか。僕さっき取っちゃったんだよね、もう自分で。ごめん、この類丸なるゲーム才能が出ちゃって。もう取っちゃってたんだよね。ごめんね。チュートリアルの先に行ってしまったよ。申し訳ない。まあ、ただ、問題は、僕斧見つけられんかったけどね。いっぱい喋ってんだけど何言ってるか全然わかんないんだよな。どこだ？どこにマークついてるこれ？ここか？あー、修理しろってことか。あの、クマが入っちゃうから。どうやってやるの？いい。加工しろってことか。これなんかもうすごいね。マイクラのリアル版だね、これね。言ったら。ん？あ、これ見ていかなあかんかったんか。こう家の方まで来た。前までもう来たんだね、完全に。で、こっちを歩いて。こう歩いて。あ、こっちに行ってるな。あー、ちょっと待って。先、その修理ってやつやろっか。
これ行っちゃったら、クマに出会えそうだもんね。じゃあ、これだね。はんはん、まあ、これなんかになるんだろうなとは思ってた。丸太を、こうか。え？違うな。なんかこれがいるのか。クラフトって書いてんだけど。ん？あ、そうだね。やっぱなんか、じゃあこれか。これにするために。あ、できた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 。できたよ。何個いるんだろう。ちょっと一旦これで、やってみるか。いい。お、つけた。ん？もういいのか？ん？あ、っていうかもう足らんのか。まだ残念よってことか。何個いるんだろう。全部いっちゃうか、もう。わかんないけど。まあ、足らなくなったらまた木を切ればいいから。はい。はい。はい。あ、OK なの？おう、いいね。上もすごいけど。上もいるんだ、やっぱり。ちょっと待って、さっき気づいたんだ。細い木の方が切りやすい。よっしゃー。木切るのも大変だわ。これもだね。OK。で、また、クラフトして、で、ここはもう、いいんだよね。うん、いいんだよね。ここがやばいんだよね。あ、木いらんかった？わかんねえな。まあ、とりあえず、じゃあ、熊の足跡追いかけてってみようか。こっちに向かってる、こっちだな。ん？この先がわかんねえな。ここで？ここで一回尻餅ついたんかな？あ、なんか出てる。あ、この人のとこ来たわ。あー、なるほど。わかった。あー、下ろしてあげたらいいんだよね。これ多分ね。これいつか下ろしてあげなきゃとは思ってたけど。そういうことか、そういうことか。え、これ切れてる？あ、いけた。あー、下ろしてあげれた。よかった、よかった、よかった。よかったね。これなんか調べれんのかな？いや、下ろしただけだな。え、これ下ろしただけでいいのか？あ、危ね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 。危ね。これでいいのか？他何もしてあげなくてもいいのか？いいんだな。わかった。あのまま凍っていくってことだな、この土地では。みんなわかった。これがいるみたい。あー、これを取りに来たんだ。なるほど。で、帰れってことね。オッケーオッケー。また迷ってしまったわ。何やっていいかわからんくて。さっきこの辺にくぐれるとこあったんだよね。これだ。これをくぐって。で、帰ればいいんだ。いやー、なんか面白いけどさ、結構やることが多いから、普通にみんな、やってて、長時間ずっとできるゲームかもしれないね。うん。面白いわ。もう暗いからね、閉めとこうね。ここだよね。シェルタールーフホール。あれ、つけれないな。あ、まだなんかやらなあかんのか。タープファブリック。これを作れってことか。あー、なるほど。で、これ作ったら、上にかけれんのか。なるほどね。そういうことだね。OK、OK。あ、看板がある。なんだろう。あそこに高台みたいなのもあるね。高台登ってみる？なんかいた。あ、登れる？これ。あ、
登れないんだ。あ、登れないのか。あるだけか。ん？なんも見えないよね。なんもない。お？あ、多分お家だよね。これは取っとこうか。これなんだ？お？なんだ？なんかあるぞ。ん？なんかいろいろあるな。なんだこれ。なんか、あ、今ウサギがこの巣穴に入ってったね。ん？ウサギが巣穴に入っていった。なんか罠を作ったで、ウサギを狩れるってことかな。なんか人参めっちゃあるんだけど、この辺いいね。ほら入っていくんだよウサギ。何したらいいんだろう。さっきね、ここにこれだ、罠。あー、これがいるって言ってんだね。トラップパーツ、こんなのどこにあるんだ。ん？わかんねえな。お腹空いて、まあ、いっか。ちょっと夜だけど、行っちゃう？行っちゃうか、じゃあ。この怪我したところ探せばいいんだ。なるほど、面白い。面白いね、このゲーム、マジで。すっごい細かいね。どの辺で怪我してるんだ？ちょっと待ってね、これも怪我してるよね。血が出てる。どこの罠を引っかかって怪我をしたんだいってことだよね。なんだこれ、なんでこれだけピンクなんだ。どこだ。これさ、探してる時に後ろからクマにバーンとかないよね。この辺で途切れてる？いや違う、こっちか。え？あっちだ。すごいすごい、めちゃめちゃ細かに見える。すごい能力だね。肉取ったわ。なになに、カラス？めちゃくちゃうるさいな。これ足跡だよね。なんかちょいちょいこのピンクに光ってる、これ何なんだろう。どこだ。ん？あ、これだ。あった。Too small for the bear, but I can use it elsewhere. Wonder if there are more of them. あったね、あったね。いや、あったんだけどさ、みんな、僕いつの間にか足、真っ赤っかになってるわ。なんだあのマーク。まあ、とりあえずこれで家帰ればいいんだよね。オッケーオッケーオッケー。今どうやって来たっけ？これだよね。これをだ、こうする？ん？こう、こう？あれ違う。え、もう一個いるって言ってる？これ。もう一個いるって言ってるよね。どこにあるんだ？わかんねえぞ。うわ、みんなあった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 。あった、よかった。一生見つからんか思ったわ。ほんとに。ああ、よかった。いや、このゲーム、めちゃくちゃ面白いわ、みんな。マジで。やってみて。すんごいね、ハマる。まあ、この景色もいいけど、マジでこのやれることの量が多いから、めちゃめちゃずっとやってしまうわ。僕もうだってこのゲーム、デモなんだけどさ、今でも1時間以上やってるもんね。よーし。
罠、あ、やっとできた、できた、できた。オッケー、オッケー、オッケー。罠を作って、どうすんだ？また出んのかな？行き先みたいなのも出てないよね。あ、あるあるある。164メートル、あっちだ。なんかクラフトのマークみたいなの出てんな。斧みたいな。なんかいろいろあるんだね。手のマークの時はこういう作業。で、なんか、なんだっけ、炎のマークの時はこういう作業とか、順番があるんだね、どうも。これはなんか、ピッケルっぽいマークだけど、なんだろうね。31。めちゃめちゃお腹空いてんだけど、大丈夫かな？ん？なんかあるぞ。あ、ここにトラップを仕掛けんのか。あ、なるほどね。本当にちっちゃいトラップだね。何？うおお、なになになに、こう、あー、来てる。あー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 あああ。やばない、やばない、やばない、やばない。あ。あ、みんな。終わったわ。はい。というわけで、ウィンターサバイバルでもお送り出しました。まあ、こういう感じのゲームでしたね。今年の10月に、正式リリースされる予定でございます。Steam のゲームですね。まあ、よかったら皆さんぜひね、遊んでいただきたいなと思います。このデモ版に関しては無料で皆さん遊べますので、ぜひ皆さんもやってみてください。結構ね、むずいけど、めちゃめちゃハマる人もいるんじゃないんですかね。この手のタイプのゲームのがね。まあ、今最近暑いから、ちょっと涼しむのにも良かったんじゃないかなと思います。いや、すごくいいゲームでした。ウィンターサバイバルシミュレーション。シミュレーションでは書いてないけど、ウィンターサバイバルでも、またぜひ皆さんも遊んでみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、僕でした。バイバーイ。